はい、皆さんどうもこんにちは。 PPAP 生き物チャンネルです。今日はですね、掘り出しでございます。ペレンヒラタワイルド F1 ついにですね、羽化していました。結構羽化して立ってると思うので、掘り出してみようかなというところで動画を回しております。今日はですね、オスだけです。メスはもうすでに飛び出してしまいましたんで、1,2,3,4,5,6,7,8 8匹8頭オスを掘り出したいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回はこのようにコンパクトなね感じで掘り出しをしていこうと思います。でですね、すでにですね、ちょっとこう様子を見て、サナギかなーっていうのを見ててですね、露天というか上を掘ったのもあります。ちょっと見てみましょうか。でね、もうすでにね、これも食べ始めるんじゃないかなっていうような個体がいるんですよね。あれ、ちょっと待って、結構大きいのかな。ペレンヒラタは一体どのぐらいになるのかっていう。お、ちょっと待って。もうこれはですね、すでに上に出てきてます。ほら、ここ。露天、ちょっとね、様子見たんですね。サナギどうかなって言って。で、これもすでにすぐ取れる。ね、はい。出ました。どうなんだいこれ。普通にヒラタクワガタとして見れるサイズですけど。うわ、でっか。うわぁ。力強。うわぁ、もうダメだ。これはもういけないやつや。ちょっと見て見て見てこれ。おひペレンヒラタ。はい。ちょっと待って。いいからいいから。ピント合わせたいだけなんだけどな。ピントピント。おい。クロクロ。どうですか、サイズをちょっとテイスティングしてみますか。何ミリかーな。いてて、もう活動これ始まってんな、これな。だいぶ強いぞ。お、90ミリあるな。祈祷に飼育したが90ミリあるぞ。うわー、活動しちゃってっから測りづら。いてていて、貫通してくる。足が貫通してくるぜ。94ミリ。5。5に近いですね。95ミリぐらいですね。適当でしたけど、95ミリ近く出ましたよ。ピントが合わないね。ちょっと最後ね、じっくりと見ていこうと思います。800の1400の日本返しです。はい。では次ですね。ちょっと意外とサイズ出てるんじゃないの？ねえ。わかりませんけど。次！よいしょ。あれ？これ、なってるよね。これ、ま、ちょっと待って。ああ、なってますね。はい。下の方でなってます。なんかこれマットかな。また記録してない。これ禁止なわけないんだよな。途中でマットに入れたんだな。1本目は禁止ですね。2本目がマットになったんだけど、サイズはどうですかね。あー、なるほどね。はいはい。ちょっと小さいですね。やっぱりヒラタクワガタは禁止がマッチするのかな。でも顎が長い個体が出てきました。体は華奢ですけど小さいですね。これは何ミリかな。もうこの時点で測っちゃいましょうね。これは何ミリかな。ででん。あ、90ミリいってないですね。いってないですね。ギリギリいってないです。89。やっぱり2本目マットにしちゃったのがちょっとあれでしたね。禁止がなかったの。きたね。はい、では次です。よっこいしょ。これですね、最後の体重が 46g でした。46g のペレンヒラタは一体どのぐらいになったのか。お、結構でかいぞ。いかつい。おー、いかつい。あ、お、いかついの出てきたぞ。うわー、さっきと同じぐらいかな。はい、イエス、ペレンヒルト出ました。何ミリかなこれ。いや、見た感じ結構でかい気がするんだよな。あー、もう力が強えな。90。あ、さっきのよりでかいな。90、ちょっと待って。痛ぇ。このグローブ限界かもしれん。革手かな、今度。痛ててててて。おぉ、まあまあでかい。97ミリでした。私いつもね、だいたい2本で終わるんで。ね、3本に使用しようと思って2本で終わるやつ。向いてないですね、平たくわがたに。では次です。97が出ましたな。次はちょっと幼虫の体重が小さかったんですね。37g。全然後先考えずにポイポイ中身出してますけど。あ、いるいる。いますよ、いますよ。
おお、わーい、あれがいっぱいついてる、ダニがいっぱいついてるぞ。ダニだ、ダニルンルンやで。これクリーニングしますか。ダニついてんな。あー、お前のダニを全部根こそぎ取ってやるからな。まあまあ、はい、出ました。はい、ペレンヒラタ。これはこれも日本返しですね。 37g 最後ね。はい、ちょっと見ますか。少し小さいな。90mm は超えてると思うけど、 90mm 超えてると思うんだけど、超えてますね。はい、あー、最初のやつと同じぐらいか。最大値で見たいんで、はい、これでいいっすね。94mm、 はい、94mm のペレンヒラタ。なんかあれかな、ワイルド F1 だけど、結構これでかいの引いたかな。大きいっすよね。なんかね、こんな適当な飼育の仕方で。これは次ちゃんとやれば100いくんじゃねえか。次ですね。ほい、じゃあこれ 39g だけど、まあまあ食べた跡はあると。今んとこ完璧。お、出ました、いきなり。おー、おー、うわー、なんなんかあれですね、体がでかいな、これ。離して。金属はちょっと無理やろ、お前。金属 VS は無理やろ。大きくはないけど、顎が長い。内視上がりってやつですね。あれ、みんな内視上がってた。上がってる、上がってる、上がってる、上がってるわなんか分類上よくわかんないですけど、上がってますね。はい、ペレンヒラタ、内視上がってます。じゃあ、まあ失礼して、テケ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 、 90mm は行ってますね。ああ、95ですね。95でいいでしょう。はい、95mm。 おお、アベレージ90超えてきたか。当然ですか。はい、では次です。これは多分禁止でしょうけど、だいぶ、いや、ちょっと待って、これマットだわ。これをマットサイエンティストに入れたんですね。マットだよな。マットですね。果たしてマット組どうなってるんでしょうか。あまり大きくないので、これはどうかな。よし、おう、ん、 90mm いったかな。 90mm いったでしょうか。やっぱりあれですね、細いですね。いや、あのマットでやるとね。でもなんか、あの、やっぱり形はいいですね。うん、果たして何ミリかな。90は言ってほしいんだよな。はい、どうぞどうぞ。あ、ギリだな、これ。そうでもねえか。90、開かないな。93mm でした。はい、マットで93mm出た。93mm。やっぱりまあ禁止でしょうな。ただ禁止の準備するのがめんどくさくてね。パッドが汚い。がしかし気にせずやっていきましょう。あと2つなんで。これは 33g。もう出てます。出ました。うわ、 33g の割には入れてからですね、結構食べたんですよ。だから大きくなってると思うよ。品種を食べてたんですね。はい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 、綺麗ですね。いいですね。真っ黒。果たして何でしょうか。よし、顎を上げてくれ。お、最大値、でん。お、96か。96mm です。96でした。でもまあ正直十分ですわ。はい、それではですね、これラストです。と、最終体重が 46g。入れてからちょっとだけこの菌糸で済んだ形跡が見えます。果たしてどんぐらいになってるんでしょうか。さすがに100を超えてないと思うんですよね。ここでなってるな。おっと、出ましたよ。あー、綺麗だわ。綺麗ですね。はい、何ミリだろう。しかし1400でちょっとギリギリだったな。禁止リレーがね、何せ不甲斐ない結果に終わっとるんで、これはこれで勘弁してください。はい、こんな感じです。はい、どうだろうな。見た感じそんなに大きくなってないような気がするんですよね、最後。あ、ちっちゃい。
あれ？やっぱりあれだな、タイミングがミスってんだな、禁止に入れる。あれり？あらー、96ですね。ちょっと伸びすごいちゃったな。もう一回。ああ、もう動くよ、これ。はい。96ですわ。ね。ということで、もう力が、ガチガチですわ、もう本当に。これやばいです。挟まれたら死にます。指取れちゃう。じゃあちょっとですね、片付けてから生態を見てみましょう。はい、ではですね、浮かした個体をちょっと眺めていこうかなと思います。まあではね、一番大きいのと一番ちっちゃいのを比べますか。一番小さいのがこれだな。90ミリいかなかった個体ですね。これが90ミリいかなかったやつ。はい、どうですかね。はい、こんな感じです。近いぞ。等順って呼ばれるところですね。平田クワガタの分類に欠かせないところですが、こんな形になってます。どうすかはい、これでこんな具合、ちょっと泥ついてますが、すいません。これが89。まあ太くはないですね。ペレンヒラタシュッとしてますわ。シューッとしてる。まあ別に問題はないんじゃないかなと思います。怖いですね、非常に。挟まれたら絶対血出ちゃう、穴開いちゃいますね、これね。どうやったってカメラの方向かないね。こんな形になっております。どうでしょう。まあそんなに大きくないなっていう感じですね、やっぱね。90ミリいかないと。うわ、はい、どうぞ。これが97ミリ。うわ、どうですかこれ。はい、こんな感じになってます。97ミリのペレンヒラタ、これですね。どうしても丸まっちゃうんだよな、ヒラタな。上向いてくんねえかな。ほい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 。はいはい、こっちの方が太い気がするね、やっぱね。サイズもあるから太め。そして等順は、あぶの、同じですね。当時同じでした。こんな感じです。禁止から飛び出してきました。うわっ、うわっ、怒ってる。かっこいいですね、やっぱね。次100ミリ目指したいな。こんなやり方で97ミリ出ちゃったら、ちゃんとやれば100ミリ出る気がするんだよな。幼虫が割れなければですね。禁止でやるか。最近禁止でやる種類ちょっと減らしちゃってるんですけどね。はい、ではですね、今日はペレンヒラタオス掘り出してみましたが、どうでしたでしょうか。想像以上のね、大きさでした。私的にはペレンじゃまだまだだよっていう方もね、いるかと思いますが、次頑張りましょう。それでは今日は以上です。また次の動画でお会いいたしましょう。